おはようございます。おはようございます。おはようございます。皆さんこんにちは。矢部内まどか役の千本木さやかです。はい、七尾直役谷口優奈です。いや、始まりました。始まりました。呼んでいただけてね、ね、よかったね。嬉しいね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ビジュアルコメンタリーっていうんですか、うん、うんうん、ビジュアルコメンタリー自体は私初めて。私も初めて。そう、初めて。コメンタリーはね、オーディオコメンタリーはよく撮らせてもらうんだけど、ビジュアルコメンタリーは初めてだから、ね、初めて。いいのかな、このビジュアルでって思っちゃうもん。そこは大丈夫でしょ。そこは大丈夫ね。ちょっと自虐が過ぎてて笑えないんですけど、ちょっとね。まあでも今回、アヒルの空の14を。そうだね、今見てるわけですけども、勝利に向かってですよ。いや、手元にはボールもね、ありつつコラボのやつですよ。これすごいね。なんかよくアフレコの最中にさ、みんな、ね、みんなダムダム聞こえるんだよね。そう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 、スタジオの外から置いてあるんですね、アフレコスタジオのロビーにちゃんと毎回毎回そう置いていただいてて、みんなドリブルの練習して、そう、あとこれをいかに片手でね、持てるかっていう。手ちっちゃくて、そう、マジで持てない。その爪してるから、ね、爪じゃないよ、だって指の腹だもん。指の腹だから、こうなんかコツがあるんだよね。うん、ね、これでかいんじゃなかったっけ。これはね、でかいんじゃない。なんか大きさが何号か、なんか何種類かあるんだよね。で、そうそうそう、これは多分大きい方だから、多分ね、女の子手ちっちゃいからちょっとあのね、掴、めないんだかも。そ, うね、そうだね。引いてる引いてる。そんなことない。ほら、ミオホンペアね。ナベさん、ナベさん、チャッキーとね、ソラがいますよ。これでまたなんか一歩変わるんだよね。そうだね。ここでね、みんな身がチャッキーケース引いてる、ね。なんかどっかを田舎帰るみたいな。田舎帰るみたいな感じになっちゃってるけど。うん、本当に。ここからね、またね、この話がね。そうだよ、だってやっとなおも加わって。そうだね、うん、10話、10話からとかからね、ぴったり10話から始まって加わって。緊張してたね。いや、出てくるまでね、あのね、もうね、なんかずっと1話から見学はさせてもらってて、うんうんうん、アニメのメインキャラクターを担当するのがもう初めてだから。あ、そっかそっか。そうなんですよ、見学をずっとさせてもらってたんですけど、うん、逆に緊張した。逆に緊張した、うん、見学してる、見てる間がね。だってきっとみんな、この子はどんな感じで名前やるんだろうって多分思われてたかなと思って、ね、勝手に自分にプレッシャーを与えて、すごいね、やっぱ緊張しました、最初の10話の収録は。でも可愛かったじゃないですか、なおちゃんね。本当に本当ですよ、おっちょこちょいなとこ。裏がある、裏がある女みたいな感じ。すごい、なんかそんなことないでしょ。全然そんなことない。そんなことなくて、そう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 、まあそう感じる人もいるのかなと思うけど、そうそうそう、まあ、今後本当に見てって印象を変えていきたい。大丈夫でしょ、だってまあなお自体がさ、うん、本当ここからもね、この今合宿だけど、そうね、合宿 ね、 ね、試合もあったりするけど、ちょうどだって抜けてるでしょ、家出中みたいなもんでしょ、この2人が。そう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 。でもさ、この2人がさ、うんうん、こうラーメン食べちゃダメって言われてるとか気にしてるのもさ、そうそうそう、ちょっと可愛いんだよ ね、 だよね。 そうなんだよね、なおちゃんがさ、そうそうそう、なんで俺ら気にしてんだろうって。そうそう、気にしてんじゃん、もマスク好きじゃんと思って。そうなんだよね。なんかあんなにさ、うん、こうやっぱ最初は、やばかったじゃん、サンバカもさ。ひどかったね。ひどかったし、こう本当にこの人たちバスケに本気になるのかなみたいなところがあったけど、こう、ね、やっぱ一緒の時間を過ごせば過ごすほど、バスケに惹かれてってんだなっていうのが。本当になんか好きになっていくんだよね、バスケが。そうそう、いや、サラさんなんて特にも好きになるし、でチャッキーもナベさんもね、どんどん上手くなるんだよ。そうね、でもなんかそこもすごく、このシーンはすごい重要じゃない。そうね、そう、チャッキーとナベの、なんか、もう分かるじゃん、この二人のね。そう、でもこのヤスは合宿に参加してるっていう、そう、その差もね、ちゃんとその二人とさ、そうそうそう、なんかトビに教えてもらったりとかして、そうそうそう、なんかみんな真面目なんだよね、なんか。そう、不良ぶってたのかな。うーん。あ、こんなこと言っちゃいけないよね。でもなんかさ、このなんだろう、あるじゃん、こうみんなが真面目になってるんだけど、自分だけがちょっと身が入らないところとか、なんかちょっとこう、それに負い目を感じちゃうとことか。そうだね、そういう気持ちもすごくわかるから。なんか気持ちはあるし、キラここね、なんかディレクションもさ、もっとイケメンに言ってくださいみたいなディレクションだったよね。あったね、確かにね。そうだよね、そう、そんなディレクションだったんだよな。いや、なんかそうそう、頑張ってるよみんな。うん、学生の時は何部でしたかっていう。あ、私ね、中2までバスケやってました。あ、そうじゃん、うん、
バスケやってるじゃん中2までね。やっぱこうやってサボってたの？サボ？いやまあね塾ですって言って帰ってたことは。いやサボりですよねこれね。いやなんかね馴染めなくて結構そのちょっとそれはいじれない問題が出てきましたね。馴染めなくてなんか馴染めないってなんか結構このクラスの中でも結構元気系のさグループがあるじゃない。そうだね割となんかそういうグループの結構方が多かったから、うん、ちょっとねそうなのそういう系じゃなかったのかなっていう、ね、そうだった。あと下手だった。そういうとこなの？下手だった。そうなの？そうもともとこの話何回かしたんだけどポートボールを小学生の頃にやってたから、うん、その流れで中学もバスケを始めたんだけど、うんうん、ボール同じね、うん、ボールを扱うみたいな点で、うん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 、ちょっとバスケやってみようかなみたいな。そうでも私そのゴールマンっていう台の上に乗って、うんうん、得点なんかまあボールをこうシュートしたボールを取るっていう人だったから、はいはい、自分で動くってやらなかったのだからそうちょっと下手だった。そっか。でもまあほらでもみんなさ三箱もみんな初心者じゃん、うんうん、そうね。そこからさこう練習してこう上手くなっていくわけじゃん。そうね。そこまで頑張れなかった自分がいた。なるほどね、うん、でもこうやってほら今に関われて嬉しいな何言ってんの大丈夫？緊張してんの、まあ、そもそもポートボールを知ってる人もね見てる方でどのぐらいいるかっていうのもありますよ、ね、ポートボールぜひ検索してください、よろしくお願いします。きっと小学校の時にやったことあるんじゃないかぐらいの。やったこと。でもそれを部活みたいな感じはやってなかったけどね。授業ではなんかそう、ね、ちょっとそういう競技があります、うんうんうん、一回やってみましょうみたいなぐらいしか、そっか、ちょっと私は触れたことがないから。そっか、そうだよね。それをやってたからバスケやろうみたいな発想になるぐらいポートボールをやってなかったから意外と知らない人が多くてびっくりした、うん、なんか知らないね、うん、いやもうこの動画を見てくれたらみんな多分ポートボール始めたいと思う。そうなの。でもゴールマンバスケをやってほしいのみんなには。みんなにはバスケをやってほしい。ポートボールじゃなくてカットカットバスケをやってほしいです。ちょっとカット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 じゃなくてね、うんうん、そうなんです。バスケをやってください。もんちゃんは？私はね、うん、中高と吹奏楽部で、うんうんうん、楽器吹いてたので運動系じゃないよね。全然運動系じゃなかったね。小学校の頃にやっぱバスケット大会があって、うん、そこでやったりとかはしてたけど、うん、でも全然自分が真ん中で率先してやるっていう感じじゃやっぱりなかったね。いやでも真ん中でやるってすごいよ。難しいんだよね。やっぱボールをつくだけでも結構こう自分の思ったところに行かないから、うん、そうだね。なんかしかも走ったりとかするから、うん、なんかこう股の間にこうやってさドリブルやるね。あれ、うん、できないもんそうそう。だからああいうこと人できると、うん、本当に練習っていうかちゃんとやってる人なんだなっていうさ、うんうんうん、だからなんだろう本当このアヒルってだからこうやってた人も、うん、やってない人も、うん、なんかいるじゃん。未経験もいるし、そうね、そうね、やってた天才もいるし、うんうんうん、だからそういう意味ですごくこうチャッキーとかその、うん、サンバカの気持ちはとてもよくわかる。あやっぱその多めに感じちゃうところとかも、うん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 、本当にリアルだもんね。リアルなんだよねアヒルの空ってね。あこれあれじゃない？マドクが料理作って腹壊しちゃって。この後ね入院するってすごくない？そうだね、うん、あでも可愛い。あなんかトビーバスケットボールの T シャツ着てるね。可愛いね。可愛いとかあれ分かんないもんね。そう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 。なんかこういうねアニメオリジナルみたいなね、うん、でやすも下ろしてる髪。そう下ろしてると分かんない、ね、私下ろしてるのが好きだけどね個人的には。そうね、うんうん、そうちょっとね、うん、ちょっとギャップ的なギャップがあるよね、うん、ね、いいのかなこれ。大事なんだよ。そう？そうヤスの中でリーゼントにするっていうのはすごい大事なことだから。あれか女子がメイクするような感じぐらいのそういう意味でも大事なんだ。だからこのね、うん、意外とハマるっていうね。でもまあヤスは空手やってたじゃない。そうね。そう空手スポーツマンだからね。そうそうそう。だからやっぱり真の心の中の部分的には、うん、やっぱこうやって何かに一生懸命になりたいっていう気持ちはすごくあるのかもしれないよね。うん、確かに真面目だもんね佐原さんはね。うん、そなんかチャッキーの服アロハシャツなんだよねいつもね。あれで練習してんだよね。そうあれで練習してるからね。なんかアフレコでは分かんなかったけどアニメ見たらそうだったんだってそうそうそう結構あるから。漫画でもね、うん、そうだしね。なんか
やっぱ漫画で見るのとアフレコでやるのと、うん、そのまたアニメで完成されたものを見るって全然やっぱ違うから、なんか不思議な感じがするね。またね。でまだ前髪短いっていうね。短いですね。すんごい短くなっちゃったよね。ここまで切ったことある？ないよ。私もない。なだどうしよう、美容室に行ってさ、ここだけ切られちゃったらさ、私どうしたらいいのか分かんなくなっちゃうかも。1500円とか。どうしよう、やばいかも。やっぱ可愛いからできるよね。まあね、まどかの眉毛上って多分相当勇気いる。だってこのぐらいだもんね。そうそうね、多分ね。そうだよ、ここ結構だよ。結構できないけど、ね、できない。でもなんだろう、バスケ動いてるから。まどか見て笑っちゃう。ちょっとなんで笑うのよ。ちょっとなんで笑うの。笑わないで。かわいいよ。こうやって音めちゃくちゃいいシーンなの。いや、いいシーン。そういうこと言う。月照らされてるじゃん。そうだよ、ほら。月照らされてるじゃん。言い方もちょっとなんかトゲありますよね、さっきから。でもすごい羨ましいシーンだよ、なおからしたら。このシーンは。そうなの。うん、だってやっぱりなおはこう空には惹かれてると思うし。あ、そうなの。惹かれてると思います、うん、だってポって言うぐらいだから。いや、それはなんか意外と恥ずかしがり屋なのかもしれない。こんなに堂々とみんなの前で喋って。